高松市布施石町の手芸用品専門店手芸センタードリームです。売り場にはたくさんの生地が並んでいるんですが、こちらにはバッグなどをオーダーで作ってくれるサービスがあるんです。手芸センタードリームによると、入園グッズを手作りしてくれるオーダーサービスの依頼件数は年々増加し、単価も上昇傾向にあるそうです。この店舗では年間100件以上の注文があり、入園前の2月3月に集中しています。店舗でオーダーしたいグッズの材料を購入して申し込むと、専門スタッフが平均で15日間で完成させてくれます。オーダーできるのは手提げバッグや体操着入れなど12種類、材料費に加えて500円から3000円程度の加工費がかかります。特に注文が多いのはレッスンバッグ、体操着入れ、シューズケースの3点です。今シーズンはキャラクター柄が人気で、3点セットをオーダーすると材料費が3600円程度、加工費が4400円かかり、トータルでおよそ8000円です。ちょっと無理かなと思ってちょっとそんなに得意でもないので、みんな助かると思います。お母さんたち忙しいから、最近の子どもさんと一緒に選んでいただいて、子どもさんが好きなもので一緒に幼稚園に向けてのワクワク感で準備していただけたらいいなと。店舗では手作りする人たちの支援も行っています。そんなに難しくないと思うので私たちもサポートするので作っていただけたらと思います。